自転車つらいな。なんてことっすか。ああもうこの階段がやだな。一気に自転車は持ってこれない。超めんどくさい。トルテルの朝です。ちょっと今日も天気が悪いんですが、ビジャオイギンスに向かって出発しようと思います。これ以上雨が降らないことを祈って。やっぱり雨が降ってきたので今日はもうやめます。宿で待機です。一旦宿に戻ってきたんですが、天気が超回復してきたのでやっぱり出発することにします。なんだこりゃめんどくさいな。ここまで来るのに疲れちゃったよ。これからまだまだ上り坂があるっつうのに。そしてもう8時半過ぎ。今日は50キロぐらい走んなきゃいけないんだけど、4時の船には間に合うのか。さあ準備完了。ただいま8時34分。これからプエルトユンガイに向けて出発します。いやーこれまたいつ雨が降ってもおかしくない天気やな。雲が立ち込めてます。雨はしとしとと降ってます。向こう側は明らかに雨降ってるね。でも後ろは晴れてきました。あの天気がこっちに流れていくからゆっくり走ってれば晴れてくっかな。来てる来てる。次の雨雲がこいつに追いつかれないように走り抜けるぞと。さあ、プエルトユンガイとトルテルへの分岐道まで戻ってきました。今日はプエルトユンガイというところへ向かいます。30キロですね。そしてそのまんまこの16時のフェリーに乗って行こうと思ってます。まあ今10時半、余裕でしょう。この下に見えるのが先ほどの分岐点です。こっからずっと山道を登って来てます。もうちょっと山が続くのかな。わあ、雨かと思ったら雪が降り始めました。まだ雪が降るんか。あーすっげー降り出した。勘弁してよ。雨降られるよりはいいけど、ちょっと雪もね。晴れてきた。なんだこのコロッコロ変わる天気は。今度は雨が降り出しちゃいました。このまま降らないでプエルトユンガイまで行けると思ったんだけど、降り出しちゃったな。そしてまた青空が。ただいま1時半、もう着いちゃいました。次の船の便は4時なんで2時間半ほど待ちです。あの船に乗って向かいます。結局4時に出発かと思いきや6時に出発です。いやーま
ためちゃめちゃ天気悪い方向に進んでますね。かなり憂鬱なんだけど。リオブラボーに到着です。はい、ボニト。Sí. ¿A cuántos kilómetros? A 100. Ah, 100. Sí. Ok. Como si fueran 200. Ok, ok. Chao, chao. おじちゃんがここに寝ちゃっていいよと言ってました。トイレもあるしね。今日ここに泊まっちゃいますか。今日はこの船の待合所みたいなところで泊まらせてもらいます。パスタでも作ります。そして船が行っちゃいます。さようなら。よし、ウインナーと玉ねぎとトマトソースを絡めて出来上がり。いただきます。あ、うまい。やっぱあったかいの日はいいね。寝袋はここに引くとして、いろんなもんを広げちゃってます。自分の部屋か、ここは。おやすみなさい。さて、準備完了です。今日も天気は微妙っちゃ微妙です。そして昨日泊まらせてもらった船の待合所は結構快適でした。今日はこれからビジャオイギンスに向かって頑張ってしていきます。ビジャオイギンスはカラテラオーストラルの、最南端地点ですね。いよいよ最後の走りです。オーストラル街道、サオイギンスまであと93キロ迫ってきました。さあ、あと30キロ弱。もうすぐカレテラオーストラの終着点であるビジャオイギンスに到着です。晴れている、気持ちの良いオーストラル街道、最後走り抜けます。最終地点です。
は